バイコヌールにある犠牲者の慰霊碑にエジェイリンの第3次は1960年10月24日にバイコヌール宇宙基地でソビエト連邦の大陸間弾道ミサイル R-16 の試験打ち上げ時に発射台上で発生した事故である。試作ミサイルの試験飛行のため発射台で準備が行われている間、誤って2段目のロケットエンジンが着火した。結果として、 市場で大規模な爆発に至り、多くの軍人や技術者等が犠牲となった。公式の発表では死者90人であったが、実際には最大で150人程度に上り、一般的にはおそらく120人程度と推定されている。災害の規模にもかかわらず、この事故のニュースは長年にわたり隠蔽され、ソビエト政府も1989年まで認めていなかった。 初代ソ連戦略ロケット軍総司令官で R-16 開発計画の責任者だったミトロファミ・ニエジェリン砲兵層原水もこの事故に巻き込まれて死亡したためこのような名前がついた。なお、文献によっては本件についてネデリンの大災害などと表記されることがある。 ロケット科学者のミハイル・ヤンゲリが設計した R-16 の開発計画を指揮したのがソ連戦略ロケット軍のミトロファン・ニエジェーリンだった。1960年10月、ロケットはほぼ完成し、ヤンゲリとニエジェーリンは11月7日の10月、革命記念日の前までに打ち上げを成功させたいと望んだ。ロケットの試作機がバイコヌール宇宙基地サイト41の発射台に 準備され、打ち上げが開始される前に、多数のテストが行われた。1960年10月23日、R-16 試作機は、発射前の最終試験のため発射台に設置された。これは、全長30メートル長直径3メートル、打ち上げ質量141トンの液体燃料ロケットであり、燃料として、非対称ジメチルヒドラジンを燃焼剤とし硝賛の4。 酸化に窒素法和溶液を酸化剤とするハイパーゴリック推進剤を使用した。これは燃焼剤と酸化剤の液が接触するだけで発火する自己着火性の推進剤である。この場合は液の沸点が高く保管が容易なことから採用されていたが腐食性と毒性が極めて高く燃焼時にも有毒ガスを発生する端緒があった。こうした危険性を踏まえ、 打ち上げ手順の中で厳格な安全要件が規定されていたが、11月7日前までに全試験を終わらせるというニエジェリンの強い意向により、日程が極端に圧迫され、時間短縮のため多数の安全手順が無視された。その日遅く、技術者が誤って第一弾目のロケットの燃料経路の燃焼膜を破損させ、燃料が配管と燃焼室に流れ込んでしまった。 これが直ちに危険なわけではなかったが、燃料の硝酸は腐食性を持ち部品に深刻なダメージを与えるので、2日以上燃料経路内に入れたままにはできなかった。そこでチームは予定通り翌日打ち上げるか、燃料を抜いてエンジンを組み立て直すため日程を数週間延期するかの決断を迫られ、結局そのまま打ち上げることに決めて準備を急がせた。その日は、 他のいくつかの部品がテストされ、交換や手順の調整が行われた。ニエジェリンが打ち上げ予定を知らせていたことから、軍交換がバイコヌールを視察しに来訪した。10月24日、打ち上げ準備が続いていた。多くの作業が残っていたため、いくつかの工程は同時並行で進められた。遅れにいらだったニエジェリンは、軍交換を監視所に残して、発射台に戻り、 横に椅子を据えて、ロケットの準備を監督した。打ち上げ前の準備中、プログラム制御配電機は打ち上げ後の設定にされており、打ち上げ前にリセットする必要があった。この配電機から時間に合わせて、ロケットへ電気信号が送られることで、適切に燃焼膜が開き、エンジン燃焼が調整され、各弾が分離する。後に、配電機がリセットされていないことに気づいた技術者が、 これをリセットした。ところが、その時点でロケットはすでにバッテリーが積まれ電源が入っており、安全ブロックはテスト用に無効化されていた。このため配電機のリセットによって燃焼弁が開き、2段目のロケットエンジンが点火した。この2段目のロケット噴射を浴びて、直下にある1段目の燃料タンクが大爆発を起こした。退避する前にカメラ操作員が、 発射台周辺の自動ビデオカメラを遠隔操作で起動していたので、この爆発は詳細な映像記録が残っている。ロケットに近い人々は即座に焼け焦げた。離れた人々は焼け死ぬかまたは燃焼に伴う有毒ガスで死亡した。アンドレイ・サハロフによると、エンジンが火を吹くと付近にいたほとんどのものはすぐに周囲、めがけて駆け出したが、保安フェンスに阻まれてしまい、 燃え盛る燃料の火球に飲み込まれた。アメリカ合衆国の軍事コンサルタントであるスティーブン・ザロガによれば、この爆発で、ニエ・ジェイ・リンと彼の側近やソ連のミサイル誘導方式設計の第一人者のほか、軍人と技術者合わせて71名が死亡した。ミサイル設計者のヤンゲリと試験場の司令官は、たまたま場を外して、 数百メートル離れた遠平号の裏で喫煙していて助かったが、それでも火傷を負った。10月24日の出来事に関しては、ニキータ・フルシチョフによりすぐに観光令が敷かれた。報道発表では、ニエ・ジェーリンは飛行機事故で死んだとされ、他の技術者らの遺族も、犠牲者は同じ原因で死んだという、要当局から指示された。フルシチョフはまたレオニード・ブレジネフを、 事故調査委員会の委員長に任じて現場に向かうよう命じた。委員会は予定よりもっと多くの人々が当時発射台周辺にいたことを突き止めた。本来それらの人々は現場から離れた安全な沿平号の中にいるはずだった。セルゲイ・フルシチョフによるとブレジネフは委員会は誰も処罰しないと主張し罪のあるものはすでに罰されたからと説明したということである。 その後、ヤンゲリは、ニキータフルシチョフから、しかしどうしてお前は助かったのか、と尋ねられ、震え声でタバコを吸うため外していました。これはすべて私の過ちですと答えたという。後に彼は、心筋梗塞を起こし、何ヶ月も休職した。委員会が調査報告をまとめた後、R-16 の開発は1961年1月に再開され、 事故から約1年を経た11月に最初の飛行が成功した。R-16 の開発遅延により、ソビエト連邦はさらに強力な大陸間弾道ミサイルの開発に借り立てられ、フルシチョフがキューバに中距離弾道ミサイルの配備を決断するきっかけとなった。事故前には、ヤンゲリは友人宇宙飛行計画の指導者の座をセルゲイ・コルロリョフと争う野心を持っていたが、 結局 R-16 の開発に専念するよう指示された。1960年代前半、バイコヌールの公園に犠牲者の追悼碑が建てられ、現在でも友人飛行の打ち上げ前にはロシア連邦宇宙局の職員が訪れている。また、3年後の10月24日にも ICBM の火災事故で8人が死亡したため、毎年10月24日は、 バイコヌール宇宙基地やロシアの宇宙開発の現場では犠牲者を追悼する日となっている。報道発表ではニエジェーリンは非公開の任務中に起きた航空機事故で死亡したと伝えられた。イタリアの通信社コンティエンターレが匿名の情報源からの話として12月8日に初めてニエジェーリン元水他100名がロケットの爆発で死亡したと報じた。 ガーディアンも1965年10月16日に捕らえられたスパイのオレグ・ペンコフスキーがミサイル事故の詳細を認めたと報じ亡命した科学者のジョレス・メドベージェフは1976年にイギリスの週刊誌ニューサイエンティストにさらなる詳細を語ったしかしミハイル・ゴルバチョフのペレストロイカに伴う報道の自由化が進んだ1989年4月16日に週刊誌 アガニョークが記事を掲載するまで、ソ連政府は公式にはこの事故を認めていなかった。ありがとうございます。